YouTube で投稿を始めて早3年以上。登録者、未だ少なく、そこで私、伊達いぶりの神は思いつきました。そうだ、戦国時代にタイムスリップして天下統一をすればよいのだと。何を血迷ったことを言ってるんですか？しかり松さんこそ何を言ってるのですか？私は至って真面目ですよ。そうかそうか。じゃあ母さん、メスお兄さん、ウブル氏の官僚は任せたぞ。はい。熱は、ないみてえだな。信用がない。なるほど。ついにこのチャンネルでも信長の野望シリーズの実況動画を始めるんですね。わかりました。違います。え、確かに日本史界隈は去年信長の野望申請の話題で持ちきりでしたが、今回はそれとは関係ありませぬ。なんと違うと仰せでござりまするか。実はこの前トラックに轢かれそうになった女の子がいたので助けたのですが、その女の子が実は神様でして。まさか異世界転生のフラグ。いや、そんなはずは。さすがマイロード、選ばれし者は違うわね。そしてその神様の女の子がお礼に私の願いを叶えに来てくれると約束してくれまして、それが実は今日なんですよ。して、その願いと仰せられるのが戦国時代へのタイムスリップに候か。ご名答。ウプ主、いつぞやのズンダタワーの件は謝るから、正気に戻ってほしいのだ。私は正気です。ウプ主が元アマチュアなろう作家だったのは知ってたが、とうとう現実でも異世界転生を希望するようになるとはな。異世界転生ではなく、タイムスリップです。どっちも似たようなものじゃない。違います。ともかく、今後当チャンネルがさらなる人気を得るために、1秒でも多く私の戦国時代ライフを撮影し、その体験談を動画にまとめたく。願いはわかりました。これから伊達いぶりの神様、並びに他の皆様を戦国時代にお連れいたしますね。え？というわけで、天正12年1584年10月23日の出羽の国沖多摩郡米沢、21世紀の世界でいうところの山形県米沢市にお連れしました。これから思う存分、戦国時代ライフをお楽しみください。それでは。本当にタイムスリップしてる。